各レーンクラスが違いますので、6名の出場となります。さあ、6名が一斉にスタートしました男子 400m 競走決勝です。現在先頭が第3レーンとなります。 T13 上野くん、横浜栄高校教諭。そして第2位は第8レーンの池田くん、第6レーンの赤坂くんの争い。